今日もくだらない一日が始まる。朝起きて、物を食べ。昼になって、物を食べ。夜になって、物を食べ。また朝が来て、同じ日がやってきた。おい、なんだこれ。酒に狂った父親。こんな鬱な毎日。毎日くだらないけど、時にはいいこともあった。この男が気まぐれで私に与えたお下がりのスマートフォンとノート PC。 外の世界を知らない私は、果てしなく広がっているネットの世界に夢中になった。また始まった。父親の狂乱。気が狂いそうな家庭環境。ただ一つ、こんな私にも希望があった。時折スマホに届く妹の早苗からのメール。向こうは母親と暮らしていて、暖かそうな暮らしをしている。私はそれが純粋に嬉しかった。でも、あの子からのメールも1年前から途絶えて。お前も俺をバカにするのか。あの女といい、どいつもこいつも殺してやる。酒に酔った男は、床にあったナタを手に取って私に迫った。一切愛情のないものを見る人の目ってこうなんだ。私、父親に殺される。もういいや、どうでも。楽になれるからいいか。もう汚いもの口に入れなくて済むし。でも、死ぬ前に一度。ネットで見たエニグマってところに行ってみたかったな。目をつぶって観念したか。汚らわしいバイタの娘が。クズの母親から生まれた姉妹は二人ともクズだろう。神もお許しになるさ、クズ姉妹が。やめて。ん？腰を、なんだ、立てん。おい、お前、何をする気だ。させない、させない。おい。怯えて動けなくなった父親の腹の上に座って、手にしたナタを振り上げる。おい！ああ！ああ！やめ。
正当防衛。あの日から数日間、世話するものを失った私は脱水症状で死にかけていたところを、偶然様子を見に来た市の職員に保護されて一命を取り留めた。私の汚い悲鳴が毎日周囲の家に響いていたのが通報のきっかけになったのだろう。その場の状況から、父親殺しといえども正当防衛が認められ、3ヶ月のカウンセリングを経て施設を出た後、私は罪には問われなかった。だけど事実が無になるわけではない。頭の中から消えてくれないあの男の最後の顔は一生消えない罰として私を呪い続けてゆくのだろう。霧の立ち込める古びた町の中、私を乗せた黒い車は町の真ん中にある大きな真っ白い建物の前に停まった。この辺り一帯は湖と森が多く、空気に水蒸気がたくさん含まれていて湿度が高い。山に囲まれ地面を冷やし、ここは一年を通して昼も夜も霧が晴れない。リズショアラは呪われた町。年中霧が煙り続けるその気候から気味悪がられて、そんな風に囁かれているそうだ。聞くまでもないことですが、形式上聞きますね。あなたは舞遠山さんで間違いは？間違いありません。私は舞遠山です。はい、確認しました。舞さん、今日からこのワーズワースが新しい家です。お父さん、あの人のことは、あれは悲しい事故。あなたは悪くないのだから、どうか気に病まないで。舞さんは強い子、間違っていません。幸せになって良いのですよ。お世話になりました。さあ中へ、ミドラ先生がお待ちですよ。ようこそ、舞。私は当女子寮ワーズワースの寮母、ミドラです。こんにちは。女子寮？児童養護施設という呼び方を私は良しとしていません。ここはあくまで寮であり学校。家庭に問題のないよその子たちとここの子たちに差はありません。なるほど、感服です。ミドラさん、お伝えした通り、この子は大変困難な状況から前向きに歩き始めたまっすぐな子です。どうかその最初の一歩を、ワーズワース女子寮と先生方の大きな愛で支えてあげてください。歓迎しますよ、舞。ここではお前と同じように辛い思いをした子供たちが身を寄せ合って仲良く美しく生きている。大人を頼り、己を磨き、世に羽ばたいて輝ける立派な淑女になりなさい。女性はきっと全ての困難を乗り越えて世界でより活躍していける存在になる。舞、お前にも期待していますよ。それにしても、どうしてこんな辺境の町の小さな寮への編入を？舞さんたっての希望でこちらを選びましたが。早苗がいるって聞いたから、お願い、会わせて。早苗？私の妹よ、いるんでしょ、会わせてよ。舞さん、ダメ、落ち着いて。早く、何してるの、会わせてって言ってるのに。舞さん、はい、舞さん、落ち着きなさい。
ゆっくりと息を吸って。舞さんのご両親は婚姻解消後、お父様が舞さんを、お母様が妹の早苗さんを引き取る形で新しい生活を送られていましたが、この度お父様が亡くなられたので、舞さんをお母様のもとへお送りしようと我々の方で調査をしたところ、すでに亡くなられていたのです。お母様の意向により、早苗さんはこちらに入寮されたと報告書が上がっていたので、舞さんもここへの編入を希望されたという経緯なのですが。日野田国、お前は神の試練を背負って生まれてきた子なのですね。書類の情報が錯綜しているのかもしれません。この寮には早苗遠山という子が在籍したことはありません。そんな。落ち着きなさい舞。宿女は簡単にうろたえてはなりません。今日は長旅で疲れたでしょう。部屋に戻ってゆっくりと休みなさい。早苗さんの件は明日からどうするか考えましょう。お願いします。私どもの方でも書類の再調査と情報の精査を行ってまいります。はいはい、ではでは、あなたの荷物を運ぶわね。あ、こんにちは舞。私はこの寮でみんなのお世話をするメイドたちを指揮しているメイド長のシズ、シズメロニスよ。以後よろしく。はい。疲れた。早苗、久しぶりだな、一人になったの。新しい子がうちに来るってお母様言っていたっけ。じーかわいい子だな。こんな子と同じ部屋だなんて嬉しいな。よく寝てる。起こすのかわいそうだわ。寝かせておいてあげよっと。ここは？知るもんか。ルームメイトなんているんだ。面倒だな。それにこのエルストレインって何なの？お祈り？妹の早苗の手がかりが何かないか。朝食まで寮内を歩いてみよう。お、ちょっと、あんた新入りね。待ちなさいよ。泊まりなさいよ。あ
私はここに来て2年目両家の生まれのビーナ・マイルスよ。ま、あんたの先輩？この子たちはモリーとピック私の魅力に屈服し自ら進んで身の回りの世話を焼いてくれてるバカみたいね。あ、なんか言った。私はマイ。ねえ、サナエって子知らない？質問してるのこっちなんだけど。知らないわよ。そんな子聞いたこともないわ。バカ、答えるなよ。はっ、まあいいわ。おい新入り、これゴミ捨てといてくれる？私の当番じゃない。あ、口答えしちゃう？じゃあずぶ濡れになろっか。暴行はいっぱいかしら？ほら入りなさいよ。個室に閉じ込めて外から鍵を。証明してもいいのよ。音聞いててやるわ。何の意味があるのこれ。はあ、楽しいから。こいつ生意気、なんで泣かないの？泣かせてやればいいんだよ。上からバケツで水かけちゃおう。ああ、残酷床を掃除するモップの汚水だったわ。行くよ、舞ちゃん。命乞いは？はい、時間切れ。意地張るからよ。どう？心折れた？ここでの掟、分かってくれたかな？すごい、ここまでされてまだ無視するとか。おい、舐めない方がいいわよ。私こう見えても悪なんだからさ。はっ、何をあんたなんか、虫も殺せなさそうな顔しちゃって。言えてる私こう見えて小学校で飼ってたハトを殺したことがあるんだから。ヒュー、超血が出てすごかった。みんないっぱい泣いたっけいい？マイ、私は切れたら生き物を殺すことだってできる。あんたなんかと違うの。そうビビった、ビビってる。殺せるんだあなた。何よ、急に近寄ってきて。殺せる？何よ。それを自慢にするなんてバカに見えるからやめた方がいい。この、もう許せないわ。許せない。二人ともこいつを外に出して床に押さえつけて、泣くまで噛み切ってやる。もうすぐ朝食の時間だけど、先生たちにバレない？構うもんか。こいつの態度だけは許せないわ。その綺麗な髪バッサリ切ってやるわ。泣いたって許してやんない。やめて。もう死刑執行だから。私が刑を決定したから。やめてよ。急にでかい声。はっ、いい気味よ。はーい、舞の髪の毛ちゃん、バイバーイ。
子たちはいつも新しい子が来るたびにああしていじめようとするの。困ったものだわ。ハンカチじゃ足りないね。シャワールームに案内してあげる。ついてきて。私ロッテン、ロッテンドールハートよ。ロットって呼んで友達になりましょう。あれれ、一応お礼は言うわ。ありがとう。でも私は一人でいい。おっかー。かわいい上に強い子だな。ここワーズワースでは使用人も寮母も寮生も皆一緒に食事をするの。昨日新しく入った子ね。私はアビゲイル・ウィリアムズ、寮生長を務めさせていただいています。学校でいうところの生徒会長みたいなものかしら。困ったことがあったら何でも相談してね、舞ちゃん。よろしく。さっぱりしたね、舞ちゃん。石鹸のいい香り。ここいい？座ってからいいも何もないでしょう。お許しありがとう。主よ、この食事の恵みを心から感謝します。エルストレイン、父と子と精霊の皆において。エルストレイン。エルストレイン、神よ、感謝いたします。そのエルストレインって何なの？この町の教会が信仰している慈悲深い神様よ。大きな愛で私たちを守り導いてくださるの。そう。昨日の夜ご飯食べてないからお腹空いているでしょ。ロットの卵焼き食べる？いいよ、私胃が小さいんだ。ダメだよ、さっき見たけど胸はあるのにあばらが浮いてて明らかに栄養が足りてないわ。お尻もちっちゃかった。徐々にでいいからしっかり食べるようになってね。さっき見たって何？え、シャワー覗いてなんていないよ。あんたさ。仲がいいわね。この後の授業は町に出ての奉仕活動。しっかり食べないとへばっちゃうよ。町に出る、そうなんだ。君はきっと教会エリアの清掃活動が割り当てられるな。寮の恥とならぬよう粗相のないように行動しろ。サラ、最初からそんなに厳しい言い方は良くないわ。アビゲイルは甘すぎる。浮ついた気持ちで失敗させたらむしろかわいそうというものだろう。そっか。舞ちゃん、この子はサラ・パトナム、私の大事なお友達。口は悪いけど本当は優しいの。よろしくね。口が悪いは余計だ。よろしく。ああ、この寮にはいろいろとルールがある。24時を過ぎたら部屋から出るなとか。まあ少しずつ覚えていくといいな。くそ、あの新入り何チヤホヤされてんのよ。ムカつくね。でも寮生長まで味方につけられたらちょっと面倒くさい。関係ないし、私は誰にも縛られないし。町に出たら速攻に突き落として今度こそ泣かせてやるわ。それいい、それいい。骨折れるかな。はーい、皆さん、それでは手を合わせて。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日はこれから町での奉仕活動の日です。このワーズワース女子寮は町の皆様の寄付と温かい目に見守られて成り立っています。
普段からの感謝を込めてしっかりとご奉仕してきてね。今日もみんなそれぞれルームメイトとの行動ですよ。ルームメイト、そういえば私にもいたっけ。誰だろう。フンス、あ、フンス。え、まさか。ハロー、マイルームメイト。嘘でしょ。さあさあ早速出かけましょう。ほら、担当エリアの鏡。やっぱりロットたちは境界エリアよ。はあ、食器下げなくていいの。メイドさんたちのお仕事だからお任せしていいんだよ。行くわよ、境界エリア。フィーナ、お前たちは森エリア周辺のゴミ拾いです。昨日ここに来てからスマホが全くネットに繋がらない。時代に取り残された田舎だわ。舞ちゃんってさ、髪の毛綺麗だよね。真っ黒で憧れるな。母親譲りよ。これだけは自慢かな。舞ちゃんがたまに見てるその四角いの何なの？は？いや、ただのスマホだけど。まさか知らないの？スマホ？今まで見たことなかったよ。ピカピカ光って綺麗だね。何この腕？え？言わなきゃわかんないみたいだから言うけど、私はここで友達作る気とかないから。あ、なんかポケットから落ちたよ。はい。ありがとう。それ何？何でもかんでも知りたがるわね。関係ないでしょ。うんにょう。言いすぎた。泣かないでよ。私の大事なもの、肌身離さず持ってるお守りみたいなものよ。そうなんだ、大事にしなきゃね。教会の鐘だよ。司教様お戻りになってるみたいね。やあロット、今日もご用聞きかい。皆さん、ごきげんよう。ああ、今日も明るいな。ワーズワースの子はこの町の元気の源じゃの。どうか気立ての良い立派な淑女に育っておくれ。頑張りますわね。町の人もいい人ばっかりでしょ。よくわからない。なんか男の人多いね。どうしたの？大丈夫？顔が真っ青。なんでもないわ。早く教会に行こう。すごい建物ね。うん、この町はこの教会の教えを中心に人が集まってきた経緯があるからね。愛されてるんだよ。信仰なんて私には無縁の世界だけど。舞ちゃんも一度司教様のお話し会を聞きに来てみるといいよ。エルストレイン教の教義は押し付けがましくないし、辛い時でも気持ちを楽にしてくれるからおすすめだよ。そう、考えとくね。あの小屋は何？ん？ああ、気になった？あの小屋はずっと昔からあって、で入り口も窓もないでしょ。不思議だよね。ワーズワースの寮生たちの間でも
ハイレズの小屋って呼んでよく噂になるのよ。懺悔室だとか遺体安置室だとか。やめて。都市伝説とかオカルトの類は私信じてないから。あれ、苦手？もしかしてマイちゃんの苦手発見？あの小屋に幽霊がいたらどうする？うるさいな。いるわけないでしょ。苦手じゃなくて嫌いなだけ。冗談だよ。あれ多分普通に今は使われていない倉庫の跡だと思う。あらあら、賑やかだと思ったら。ロッテ、こんにちは。あ、司教様、こんにちは。それにあなたは、マイさんですね。昨日から女子寮ワーズワースに入寮した。はい、そうです。こんにちは、私はこの教会の司教。マイさん、あなたの体験した辛い出来事の話は伺っています。よく、本当によく生きていてくれましたね。ここにあなたの命が存在している。それだけでいい。ただ生きながらえる。辛い時に目指すのはそれだけでいい。そうすればその先にある幸福や優しい人たちとの出会いにたどり着ける。あなたのぬくもりを未来につないでくれたあなたの教示と神のおぼしめしに感謝します。あの、司教様がそんなことでいいの？簡単に庶民みたいに泣いちゃって。ごめんなさい、私ったら。マイさん、すべてはエルストレインの値試練だと私は思っています。それを克服したあなたを私は尊敬します。慣れない環境に戸惑う場面もあるでしょう。困ったことがあればいつでも頼ってきてください。なんであんたが泣いてるのよ。ロットもマイちゃんに会えてよかったよ。生きててくれてありがとう。もう調子狂うな。司教様、私たちでお役に立てるご用はありますか？それでは、首にかける新しい政府の政策をお願いしようかしら。寮母のミドラさんの作る政府は、縫製も丁寧で色も綺麗なので私、大好きなの。わかりました。お母様に伝えておきます。それでは、教会の周りを清掃してから戻りますね。はい。よろしくお願いします。いい人でしょ、司教様。優しいんだよ。私の第二のお母さんなんだ。ええ、まあ、あったかい感じはした。男じゃなかったし。でも女性で教会の役職についてる人ってすごいね。初めて会ったわ。エルストレイン教は女性して、職に就くのに性別も婚姻も特に制限がないんだ。昔は男性のみだったから、どちらかといえばやっぱり男の人が多いみたいだけどね。ふーん。帽子にストールを垂らして顔を見せないのはそれが理由？うん。人によっては女性の司教様に抵抗がある人も中にはいるからね。カビ臭い連中ね。司教様も気にせず堂々と顔を出せばいいのに。あ、舞ちゃん、司教様に心開いた？よかった。あんたの物言い、保護者みたいで腹立つんだけど。嬉しいだけだよ。自分の好きな人を友達も好きになってくれたら嬉しいものでしょ。はいはい、じゃあ帰りましょう。はい、
ごちそうさまでした。皆さん、今日は奉仕活動を頑張りましたね。今晩はゆっくり休んで、明日からの授業に備えましょう。エルストレイン、主よ、この食事の恵みを心から感謝します。エルストレイン、新入生の舞もいるので再度言っておきましょう。24時を過ぎたら部屋から出ないように。宿女たるもの、規律はきちんと守ること。いいですね。はい、では皆さん解散。部屋から出るな、消灯時間ってこと？幽霊が出るのよ。え？こんにちは、新入りさん。私、ビクトリエ。この女子寮ワーズワースにはね、夜な夜な廊下を徘徊する顔のない幽霊がいるの。なんでも意地悪な寮生の嫌がらせに耐えかねて、上の階の廊下から飛び降りて死んだ気の弱いメイドの霊なんだって。その名もリズ・ショアラの幽霊。結構目撃談も多くてやばいっすよ。何せ寮生に恨みのあるメイドの霊だから、捕まると殺されるとか。あ、自分マコトって言います。ちなみに自分は見たことないっす。そうなんだちょっとやめてよ、舞ちゃんはお化け苦手なんだからね。舞ちゃん、今日はお疲れ様でした。ルームメイトのロットちゃんと仲良くね。正直この子うんざりですけど。行くぞアビー、お風呂に行こう。ええ、サラではごきげんよう。あなたたちいいコンビよ。舞ちゃん、お風呂行こっか。いい、今日はもう寝る。え、私毎日体洗わなきゃ気持ち悪くて寝れないよ。じゃあ入ってきなよ、先に寝てる。おやすみ。女の子がそんなのダメね。明日の朝シャワーに引っ張り込む。はあ、私は朝シャワー浴びたから平気だよ。朝晩なんて入ったらふやけるわ。もっぺんシャワー室直行にさせてやろうか。こら新入り、ビビってるねえ。朝おとなしくゴミ出し変わればよかったでしょ。ええ、森林のゴミ拾いどうだった？大変だったわよ。ビック、このバカ、答えてんじゃないわよ。いった、ごめん。なんでこんな子にくっついてるの、あなた。こら！この新入りが本当に痛い目に遭わせなきゃ分かんなそうね！こら！殺すわ！いいの？新入り！殺される覚悟あんの？やれやれ！目刺しちゃえ！やめて。泣き入れる？やめてほしければ。殺す覚悟ないならやめて。殺したくない。なんなのあんた、なんでビビらないのよ。刃物だよ、死ぬの怖くないの？死なれる方が怖いよ。こら、あなたたちまた。行きなよ。かっこつけやがって。あたしたち悪魔の軍団はあんたをこれから徹底的に標的にすると決めたから。ちなみにあたしら3人のことだ。行くよ。
舞ちゃん、大丈夫だった？ビーナ、今、手に。何もされてないよ。早かったね、お風呂。ちょっと心配になって大急ぎで出てきたの。そしたら案の定。ちゃんと髪拭きなよ、もう。さ、寝に帰ろ。うん。寝よ寝よ。戻ったら舞ちゃん拭いてくれる？いいけど。いいの？いまいましい。なんなのよ、舞遠山。明日もちょっかい出したら、なんか返してくるかしら。静かね。ホールは昼間賑やかだから、余計違和感を感じるわ。もうすぐ24時だけど。この私が消灯時間なんて気にしていられるか！トイレ行きたいんだから、仕方ないでしょ。漏れる。急がなきゃ。あ、やば、本当に回ったわ。先生に見つからないようにしないと。ん？何あれ。ここにいるの。落ち着け、落ち着け。サナエ、中途半端な時間、結構早い時間に寝たからかな。だらしないな、もう。私はあんたの姉じゃないっての。世話が焼けるな。あ、何あれ。ビーナ、何してるの、あいつ。あの黒いの、何？舞ちゃん、もっと。24時を過ぎたら、部屋から出ないように。淑女たるもの、規律はきちんと守ること。いいですね。この寮は何か、きな臭い。秘密があるなら、暴いてやるわ。いなかったことにされている、サナエの手がかりがあるかもしれないし。夜な夜な廊下を徘徊する、顔のない幽霊がいるの。その名も、リズ・ショアラの幽霊。いや、待って。あの黒いのが本当に幽霊だったら、無理。
すごい霧だわ。昼間の街と全然雰囲気が違う。そうだ、ビーナはどっちに行ったんだろう。姫、何なのよ、ったく。昼とはまるで別世界。随分と気味が悪いわね。ビーナはこんな夜中に一体何をしてるの。確か北の方に向かったわね。早く探しましょう。PC が何なのかしら。調べるわね。これはすごいわね。肉眼では道なんてなかったのに。このカメラの機能かな。このカメラは積極的に利用した方が良さそうね。調べるわね。もらうわ。調べるわね。
音がする。この音すぐ近くね。もらうわ。油断しちゃダメね。やるわね。輝け。くらえ。どこかに行って、ふっ、追撃。行きね。消えて。随分とあっさり勝てたわね。まだ強くなれる。
おはよう、舞ちゃん。あれ、どうしたの？目の下すごいクマ。寝てない。どうして？妹のこと考えたら眠れなくなって。さなえちゃんだよね。お母様やメイド長のしずさんも知らないって言うし、寮生名簿を見ることができたらいいんだけどね。どこにあるの？え、びっくりした。この町のどこかに資料をまとめている保管庫があるって話だけれど、みんなのプライバシーもあるからその部屋寮生は入れないんだよね。私だってどこにあるかも知らないし。そうだ、ロット、あの子は？ビーナはどうしてる？ビーナのこと何か知ってるの？舞ちゃんがちゃんと起きてから話そうと思ったんだけど、昨晩から行方不明なの。深夜にルームメイトのピックが目を覚ますといなくなってたんだって。寮の玄関扉の鍵が施錠されていなくて、誰かが深夜に鍵を開けて外へ出て行ったのは確かみたいなの。舞ちゃん、大丈夫？具合が悪ければ今朝はもう少し休む？私伝えてくるよ。もう行け。